1211ノースブリティッシュロコモティブはイギリススコットランドのグラスゴーにある3つの会社シャープ・スチュワート・ニールソン・ダブスが1903年に合併して誕生したヨーロッパ最大の機関車製造会社である主な工場はアトラス近辺とスプリングバーン中心部のハイドパーク工場にあった合併した会社の新しい本社と設計事務所は1909年に ハイドパーク工場の道路向かいに完成し、現在ではその場所はノースグラス号大学のメインキャンパスになっている。1918年には、連合軍の戦車マーク8の最初の試作車がこの工場で作られているが、休戦協定が締結されたために量産されなかった。スプリングバーンにあった他の二つの鉄道工場は、 カレドニア鉄道のセントロレックス鉄道工場とノースブリティッシュ鉄道のカウレア鉄道工場がある。ノースブリティッシュロコモティブはイギリス本国ばかりでなく遠くオーストラリアマレーシアニュージーランドなどの英連邦諸国向けの蒸気機関車も製造していた。ニューサウスウェールズ植民地はノースブリティッシュロコモティブから数多くの機関車を購入しており、ビクトリア州も 同様に1951年まで機関車を購入していた。1939年にニュージーランド鉄道向けに40両の J クラスを製造し、後にそのうちの何両かは石油燃焼の JB クラスや JA クラスに改造された。1951年にはさらに追加の16両の JA クラスを製造したが、この16両は、 元々の J クラス同様のアメリカ式流線型ではない。合併以前の3会社と合わせると、ノースブリティッシュロコモティブは、ニュージーランド鉄道のおよそ4分の1の蒸気、機関車を供給した。1949年には南アフリカが100両以上の車軸配置2から8から4の機関車を購入し、これは24型となった。このうち何両かは、 ジョージ・クニスナ線で2000年まで観光列車として運行されていた。さらに1953年から1955年にかけて南アフリカは車軸配置4-8-4-25型を購入している。これらの機関車は稼働中に改造を受けながら南アフリカにおける商業用蒸気機関車運行の終了となる1992年まで運行された。 ノースブリティッシュロコモティブはまた、1924年には、フェアリー式機関車も導入している。ノースブリティッシュロコモティブクラス 22D6343、クラス35の D7072 とともに、オールドオークコモンにて、1965年、ノースブリティッシュロコモティブは、国内、国外ともに、蒸気機関車の設計。 製造で大きな成功を収めていたが、ディーゼル機関車のメーカーへの移行には失敗した。1950年代、ドイツのマン社との間で、ディーゼルエンジンのライセンスを受けて製造する契約を結んだ。1950年代後半に、イギリス国鉄に登場した後に、クラス21、クラス22、クラス41、クラス 43EN、ブリティッシュ。 レールクラス43、クラス251と呼ばれる機関車群は、ドイツで製造したエンジンに比べて著しく、信頼性に欠けていたことと、各種の製造上の欠陥のために成功を収めることができなかった。典型的な問題点は、クラス43などのエキゾーストマニホールドに、 用いられた鉄の材質が悪いために頻繁に故障してターボチャージャーを駆動するガスの圧力が下がり出力が下がってしまうことであった。さらに重要なことは機関車の運転台が有毒な排気ガスで満たされてしまうということであった。イギリス国鉄は多くのディーゼル機関車を保証期間中の修理のために送り返しさらに修理後3ヶ月の保証を要求した。 ノースブリティッシュロコモティブ AL4、クラス8484001保存車クルー工場での展示。2005年、ノースブリティッシュロコモティブは、1960年代、前半のウェストコースト本線の電化計画向け25、KV 交流電気機関車の製造にも関わっている。ゼネラルエレクトリックカンパニーは重量の機関車の主契約を受け、 ノースブリティッシュと機関車の機械部分の設計製造の契約を結んだ。これによって製造されたクラス AL4E3036E3045 は1960年から1961年にかけて運用についた。しかしこの機関車もディーゼル機関車と同様に信頼性が低いため長い間運用から外れることになった。ただしウェストコースト本線が グラス号まで電化される予算がついた時に、電気機関車心臓予算まではつかなかったため、しばらく延命することができた。クラス84は1972年に更新され、運用に戻ったが、最終的に1978年から1980年に、かけてクラス87に置き換えられて、運用から退いた。将来の大量発注を期待して、 ディーゼル機関車と電気機関車を赤字で納入したものの保証機関中の設計修正要求と技術的な欠陥によってノースブリティッシュロコモティブは1962年4月19日に破産したディーゼル機関車と電気機関車は信頼性に欠けたためすべて比較的短期間で退役した現在唯一残存しているノースブリティッシュ製本線ディーゼル 電気機関車は、クラス84の84001である。ニュージーランド鉄道の4の8の2クラス J、クラス JA、クラス JB の3両は、ニュージーランドのメインラインスティームという団体により、保存されている。ニュージーランドパイかかり機のスティームインコーポレーテッドも、クラス J を保有し、オークランド郊外のグレンブルックヴィンテージ鉄道も、ノースブリティッシュ製のパシフィック機。 AB を保存している。工業用の入れ替え機関車も何両か保存されており、例えば EN、ラネスリームヌド・マル・レールウェイが27,654号を保存している。多くの機関車がオーストラリアで保存されており、ビクトリア鉄道 R クラス4から6から4やダブス製の何両かの機関車、西オーストラリアの PMR クラス4から6から2、 南オーストラリアの RX クラスなどがある。2フィート6インチ機関のノースブリティッシュ製4から6から2蒸気機関車がイングランドのサリーにあるフィリス・ランプトントラストで保存されている。ありがとうございます。